こんばんは。3月の31日午後6時46分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日日曜日でございますね。3月もラストデイということで、日曜日の配信を行っていきたいと思います。皆様ちょっとごめんなさいね、今むせてしまいました。いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV ね、先ほどもうそれこそ10分ぐらい前かな、家の方に戻ってきました。どこに行っていたのか、そうでございます、先週というか今週か、今週の木曜日から、福岡の方にね、ちょっと滞在をしておりまして、もうそれこそもう戻りたてほやほやみたいな感じにね、なっておる次第でございます。まあね、ちょっとこう車を運転して、まあ3時間ぐらいねかけて帰ってきたわけでございますけれども、もうね疲れたとか言ってられねえぞと、やっぱりこうね福岡でいろんな元気をもらいまして、やっぱりビットマン TV もね、この YouTube の配信頑張っていかないといけないなと、そういった英気を養ったビットマン TV のね春休みということでございましたから、帰ってきてから休むないないない、ありがとうございます、ありがとうございます。本日もね、元気ピンピンよろしくバン TV でね行きますので、お願いいたします、お願いいたします。で、先ほど、福岡からね戻ってくる前に、ちょっとあれでございますよ、福ちゃんラーメンの方にね突撃していきました。ここでございます。まあ7時間前、だいたい福ちゃんラーメンね、あの福岡にあるんですよ、福岡のタグマかな、タグマというところにあるんでございますけれども、まあね、もうねえぐいぐらい人気のラーメン屋さんで、11時開店なんでございますけれども、もう行ったら行列ね、もうあのほら街のあの紙あるじゃないですか、名前を書く紙あると思うんですけれども、もうあれがねもう3枚目になってましたよ。まだオープンしていないのに3枚目もうどういうことやねんと。で、もうねほんと人が多すぎて、もう心がねもう完全についた瞬間に折り出したんでございますけれども、やっぱりこうね帰る前の一ラーメンということで、もうここは行かないかんやろうと。で、待ち時間もね、まあ待っても1時間ぐらいかなと思ったんですけれども、意外や意外2時間ね待ちましたよ。2時間も本当にこの一杯のためだけに2時間も待ち切ったということでね、だから食べ出したのが11時ぐらいから待ってたんで、食べ出したのがそれこそ1時とか1時半ぐらいだったかな、それぐらいにようやく机に座れてね、もうほんとリアルにこの一杯を食べるためだけに2時間待ったと。で、これを食べ、もうやっぱねめちゃくちゃ美味しいね、ほんとね、もうねザ豚骨ラーメンという感じ、もうねやっぱこう人が並ばない理由がわからないみたいな。で、やっぱりこの福ちゃんラーメンね、まあ当然味も美味しいんですけど、まあほら一蘭とかほらね、他にも赤のれんとかね、まあいろいろあるわけですよ、ラーメン屋さん福岡にね。あのビットマン TV もほら福岡にずっと住んでたんで、まあいろんなラーメン屋をね、まあ食べ歩いては来ましたけれども、やっぱりこのね福ちゃんラーメンっていうのは、どうだろう、福岡の人たちがやっぱこう来るところなのかなっていう感じ。まあちょっと語弊があるかもしれませんけれども、ほら例えばほら一蘭とかね、あのまあ意外って言っていいのかな、あのそうそう、福岡にだからビットマン TV が住んでた時に、あんまり一蘭ラーメンって食べに行かなかったんですよ。で、福岡からね、あの、離れて、じゃあ、久々に福岡遊び行こうかいなっていう時になんかちょっとたまに食べたくなるよね、みたいな感じ。だから、福岡に住んでる時に、いや、ほんとリアルにね、あんまり一蘭ラーメンとかは行かなかったわけでございますけれども、福岡に住んでいる方で一蘭ラーメンめちゃめちゃ行くよっていうの、あんまり聞いたことないんですよ、ビットマン TV。なんかわかります？住んでいる場所で、なんかね、観光客の方々が、来るところってなんか結構足遠のくじゃないですか。それよりも、地元でね、うまいって言ってるところに行くみたいなのが、多分あると思うんですよ。もう知る人ぞ知るみたいなね、ところ。だから、そういった方々が、やっぱりこう、福岡の本当に、もう地元の方がね、やっぱりこう、食べに来るようなところかな、そういった味かな、というのはね、やっぱり思っているわけでございますよ。まあ、ただね、待ち時間がえぐい。本当に、やっぱりこう、有名にもなってきて、県外ナンバーもね、まあ私たちもそうなんですけれども、県外ナンバーの方がね、かなり多くてね、やっぱりかなり人気、まあめちゃくちゃ美味しいですよ。スープとかもう本当に、まあ2時間待った甲斐あったよね、ともごくごく飲めるという感じ。もうね、行ったことない方いるんであれば、ぜひともね、行ってみてください。まあかなりね、もう何時間レベルで並ぶ覚悟だと思うんですけど、もう食べに行く価値はありかなというところありますからね、ぜひともぜひとも行ってみてください。で、行きましょう、行きましょう。あとはこちら。連日ね、お伝えしておりますけれども、ビットゲットさんのね、Web3 ウォレットが、今ね、まあ今というか先日ね、発表されまして、BWB というね、通貨のエアドロップが、まあ受けられるという、今、キャンペーン期間中になっております。で、まあ当然ね、どういった形でもらえるのか、まあいくらになるかはまだわかりませんよ。まだほら、発表はされておりませんから、いくらになるかはわかりませんけれども、このビットゲットウォレットを作ってくれた方、あとはスワップであるとか、まあ保有高ね、保有高っていうのはその、ビットゲットウォレットに入っている、資金ですよ。それに応じて、まあ、さらに、このエアドロップもらえる枚数が上乗せされますよというところ。4月の28日まで、このキャンペーンやっておりますから、まあね、今年、まあ、今年というか、去年末あたりからか、なんかこう、エアドロップ
YouTube でね、稼ぐっていうのが、なんかこう、巷でこう、ちょっと流行ってる感じもありますから、そういったところね、ちょっとやってみたいなって思う方は、まあ、ビットゲットさんが発表しているウォレットでございますからね、なんか変なところが発表しているとかではないと思いますので、まあ、安心して使えるところかなという形。もしよろしければね、こちら、招待コード、ビットマン TV のこれ招待コードになっております。UCKRM5。こちらをね、ご入力いただきますと、先ほどから言っているように 50BWB がね、まあ、エアドロップもらえますよという形になりますので、ぜひともぜひともね、よろしくお願いいたします。まあ、まだね、どうでございましょうか？取引所自体は作っているけれども、こういったほら、メタマスクとか、まあ、個人ウォレットですよ、言ってしまうと。そういったものはまだ作っていないよという方がね、多いんじゃないかなというふうには思う。で、まあ、この個人ウォレットを作る理由っていうのは、まあ、ビットマン TV が思う理由ですよ。ね、ほら、普通に考えると、いや資産別に取引所に置いていてもいいじゃないと思う方いると思うんですけれども、例えばほらプレセールとかね、ああいったものに参加をしたりとか、するとき、それとかほら例えばなんかこう分散型組織ね、DAO系の組織ね、ああいったところにほらウォレットを接続してやり取りをしないといけなかったりするときあると思うんですけど、そういったところでね、やっぱりこう一つは、必要にはなってくるかなと思いますので、ぜひともねこの機会に作ってみてください。よろしくお願いいたします。で、ビットゲットさんのね、このまあ流れの中で言っておきましょう。はい、ちょっと今日ね、ビットマン TV こちらのビットゲットさんの方で、あちらでございますよ。あ、ごめんなさい、もう一回戻りましょうか。近づいてきましたね。何が近づいてきたのか、こちらでございます。こちらでございます。ちょっと上から下に、はい、来週の火曜日かな、4月2日に、テンセットさんの方でね、 TPL の第2弾が開幕するというところ。今回はレインメーカーさんのコインという IDO 通貨のね、 IDO が開催されますよというところでございますね。だからそれこそこのほらIDO もそうでしょ、言ってしまうとほらプレセールでございますから、ウォレットをねまあ繋がないといけなかったりも、しますので、そういった用途のために個人ウォレットが必要になりますよというところでございます。まあ、だからね、ビットゲットさんの先ほどの Web3 のウォレットね、持っておいてもいいかなという感じで、ごめんなさい、話戻りますけれども、今回の TPL 第2弾は AI プラス Dpin 系通貨ね。 Dpin っていうものは、分散型の、物理インフラの略、まあいわゆるみんなでいろんなインフラ系、まあネットワーク系を作っていこうよと。で、そこに対して協力をしてくれた方には、そのねプロジェクトを立ち上げたところから、報酬をね渡しますよという形になります。これが、Dpin と言われるもので、まあビットマン TV が思うのはね、この Dpin 系分野っていうのも今年の2024年のやっぱりこうトレンドにはなってくるのかなという形、うん、そういったところがありますから、またまたねテンセットさんの方でこれ発表されるコインという通貨ね、もしかしたらいい形で上がってくる可能性はねありますよっていうのは一応お耳の奥にねパチリと収めておいてください。で、一応ほらこちらねテンセットさんの方で、TPL、ちょっとね、TPL とか TGLP ね、そういったいわゆるプレセール関係のロック枚数がね、大幅に下がったんですよ。1000枚から参加ができるようなね、形になっておりますから、今までね、こういった、テンセットさんで行われていたプレセール関係、うん、テンセットをロックして、1年間ね、その購入権利がもらえるわけですけれども、足が遠のいていた方々も、前はね、2500枚からだったんですよ。2500枚から。だけれども、今回から1000枚から、まあ、可能になりますよということで、足が遠のいていた方もね、ちょっと参加がしやすくなるんじゃないかなという形。で、一応注意点いいですか？1000枚から参加できるんですけれども、ほら、上場後1週間ね、請求をしなければ返金対応されるというもの、いわゆるクーリングオフ制度が、第1弾 TPL 第1弾から始まったじゃないですか。で、一応1000枚からロックはできるんですけれども、そのねクーリングオフ制度が対応されるのは適用されるのは2500枚、従来の2500枚のロックをした方から返金保証対応のプログラムになりますから、そこだけはね注意しておいてください。で、まあ、一応ね、こういった形で今後もこのねテンセットさんの方でね、やっぱりこういろんなプレセールがあると思います。で、テンセット自体をどこで買えばいいのってね、まあ、思う方いるのかなと思いますから、まあ、今回はね、まあ、ちょっとほらビットマン TV もテンセット、まあ、買っていて TGLP とか TPL 参加はしてるんですけれども、まあ今のね金額が1ドルちょっと 1.03 ドルぐらいかな。だからちょこちょこ集めてるんですよ。で、まあ1ドルをねもう割れ込まないっていう、なんか割れ込まないみたいな、なんか鉄壁ガードみたいな状況になってるんで、まあそう、さっきも言ったようにビットマン TV もねちょこちょこ金額見ながら買い集め買い増しみたいなことをやっているわけでございますけれども、まあせっかくだからね、まあどういったところで購入しているのかとか、もしかしたらほら仮想通貨業界に入りたての方がね、テンセットの購入方法が分かんないよという方がいるかもしれませんから、一応ちょっともう動画を撮るついでにやってみようかなというふうに思いました。で、今ねこちら入っているのが、ビットゲットさんの方になります。テンセット自体を取り扱っている、中央集権型のところ、ビットゲットさん
のみじゃなかったと思うんですけども、一応ビットマン TV、 私はねビットゲットさんの方で購入をしてという流れをいつもやっておりますから、そこでやっておきましょうかね。もしあのビットゲットさんお持ちでない方がいるんであれば、それこそあのこの動画の説明欄の方に同じリンクをね貼っておりますから、ビットマン TV 専用リンクをご用意しておりますので、もしねビットゲットさん持ってないよという方がいるんであれば、ぜひともぜひともね、作って、トレードライフをね楽しんでみてください。で行きましょう。今ねこれ見ていただいているのが、あちらでございます。ビットゲットさんのねアプリの方じゃなくて、ウェブサイトの方になります。アプリはねあのこれ横にできないんですよ。画面が横画面にできなかったので、ちょっとウェブサイトの方にね入りました。で、一応資金自体は1000ドルぐらいあるので、まあ、そこ購入しておきましょうかね。ここあごめんなさい、もう一回戻りましょうか。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。上の方にね、取引っていうのがあると思うんですけども、この取引っていうものをね、パチッと押していただきます。で、まあ、検索が出てくると思うので、この右側のね、ビットマン TV 今回、テザーで購入しようかなと。検索というところに、もう数字で10、10って入れたら、はい、パンと出てきます。見てください、ここ、10セットっていうのが出てくると思いますから、これを押していただくと、10セットのね、取引画面に入ってくるような形。で、今ほら、ここ、オーダーブックってこう、真ん中の部分に、赤と緑の部分があると思うんでございますけれども、この上の方がね、売り。で、下の方が買い、という形になります。だからまあ、言ってしまうと、この今、これがいわゆる板というものなんでございますけれども、今、1.0248 っていうね、金額に、まあ、10セットがなってますよと。で、この直上にほら、1.0268 って今、ちょっと数字が動いたでしょ？今、1.0273 って動いたと思うんですけれども、ここが、要するに、売りたい側が、この金額で売りますよと。で、その下の方ね、緑の一番上、1.0182 ってなってると思うんですけど、これが、買いたい側の希望金額ってこと。この金額だったら、今、1000枚ぐらいかな。1.75K って書いてあると思うんですけど、まあ、1000枚ぐらいはね、ここ、買い板が入ってますよという形で、ビットマン TV 今ね、どれぐらいかな、資金が、書いてますね。利用可能っていうところ、一番右側の方にね、1149テザーって書いてありますから、まあ、だいたい1000テザー分ぐらいかな、購入しておこうかなという形。いきますよ。どういった形でね、買えばいいかっていうの分かんない方もいるかもしれませんからね。行きましょう。今、例えば、ここ、どうしようかな。うん。じゃあ 1.0273 ね。もうすぐ購入したいよと。はい、今押しました。はい、押しました。そしたら、右側の価格というところがね、1.0272 という形になりました。で、ここで、例えばね、こう数量をどうしましょうか。はい、この出来高というところに入れておきましょうかね。1000と入れますよ。ポン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 と。はい、入れました、今。あ、ごめんなさい。1万になってしまいました。申し訳ございません。はい、ここ、はい、戻します。1000と入れます。てん。はい、OK でございましょう。そうすると、テンセット購入しますよーと。はい、押しまーす。ポチッと。はい、そうすると、今ね、ほら、上にほら、たった今、数量が 195.34 って出てきました。今ね、195.34 のテンセットを今購入しましたよーという形。で、まだ、いわゆるね、買うには、そうね、あ、ほら、今これ緑色の部分に、一番上にね、1.0272 って書いてあると思うんですけど、これ左側にポツンとね、なんかドットみたいなのが打たれてると思うんですよ。これもまさしくビットマン TV が買いますよといった金額。他の方はね、1.0165 とか、16台でバーっと並んでるんですけど、今ビットマン TV が 1.0272 でパンと買いを入れたんで、ビットマン TV だけもう本当に中途半端に浮いている状況にね、なっているような形でございます。だから、もうね、この直上の方とか、うん、赤い方ね、1.0273 の方とか、もう本当に 0.0001 ドルかな、下げるだけで私がね買いますよと、もう餌をぶら下げているようなね状況になっているわけでございますよ。まあね、まだ約定しないので、ちょっとこうね195枚ぐらいしか購入ができていないような状況を、ここちょっとずらしてみましょうか。さらにね、ごめんなさい。まあ、いいからこのままにしておきましょうかね。まあ、おそらく約定はされるかなと思いますので、今どれぐらい入れているかな？そうですね。まあ、このままでいいかな？はい。一応約定はすると思いますから、そっとしておきましょうというところでございますね。ここ、キャンセル。ちょっとね、普段は、ごめんなさい。ありました。はい、ここですね。左下にありましたね。778枚がここですよ。左側の方にね、日時とか方向買うっていうのが載ってると思いますけども、ここをちょっとキャンセルしてみましょうか。あと778枚。分買えるということで、いきます。じゃあどうしようかな。はい、ここ778入れてみましょう。778、はい、はい、こういう形ですね。で、金額をどうしようかなと。はい、どこで入れられるかなというところですね。まあ、この辺りで入れておきましょうか。はい、こういった形。はい、購入バチッ。
行きました。もう全部ね、約定した形かな。はい、そうですね。972枚。そうですね。もう全部、入り切ったよということで、今だいたい1000テザー分ぐらい、そうですね。1000テザー分ぐらい、テンセットを購入したような形になりました。資産の右側のね、下の方に資産、972枚という形でありますから、まあこれでテンセットがね、まあ購入できたという形になります。まあかなり、まあ板に乗っている部分での結構マックス値で買ったような形かな。余計な買い方のね、人たちからすると余計なことをお前してくれてんじゃねえよってね、勝手に金額釣り上げてんじゃねえよってね、多分思った方はもしかしたらいたかもしれませんけれども、まあこういった形でね、ビットゲットさんの方でテンセットが購入できますから、もしね、今後、テンセットさんの方で、さっきも言ったように TPL とか TGLP、プレセールにね、参加したいよっていう方は、テンセットの方で、テンセット自体をね、ロックしないといけないので、その元銭に、いわゆるテンセットを購入しないといけません。だからまあ、ビットゲットさんの方でね、購入の仕方っていうのを今ちょっと実践でちょっとちらっとやってみましたから、気になる方はね、ぜひともぜひともチェックして、購入してね、参加してみてください。よろしくお願いいたします。まあ、テンセットのね、購入編ということでお願いいたします。で、行きましょう。行きましょう。今日の内容でございますけれども、まずはもう重要ニュースがね、お一つのみでございます。こちら。行きまーす。昨日かな？昨日あたりに出てきていたニュース。ビットコイン、長期的には、猛烈な強気市場になるんじゃないのかということで、ビットワイズ CIO の方が言っていると。行きまーす。ビットワイズの最高投資責任者の、マシュー氏は、機関投資家が徐々に仮想通貨市場にね、参入する中で、ビットコインへの投資として最大1兆ドルを、上場投資信託、まあ、ETF ね、これを通じて参入する可能性があると語ったと。で、このマシュー氏は、まあ、でもそうですよね。通じて、ま、注入する可能性が、ま、でも、最大1兆ドルってエグいっすよ。1兆ドルですからね。だから今、仮想通貨業界全体の時価総額が、とか2とか3、2兆3兆ドルぐらいなのかな。だから、その3分の1とか半分ぐらいがさらに流入してくるんじゃないかってことですよ。で、マシュー氏は投資家宛てのメモで、ビットコインの価格変動に対する懸念に言及して、資産が6万ドルから7万ドルの間を行き来する中で、まあ、ビットコインのね、中で、冷静を保ち、長期的な視点を持つべきだと語ったと。で、短期的に価格が不安定に見えるものの、マシュー氏は今後数ヶ月から数年にわたって期待をされる重要なイベントを多数挙げました。ビットコインの半減期や、あとはね、ここモルガンスタンレーやウェルズファーゴのような大手のアカウントプラットフォームで現物ビットコイン ETF がね、承認されることなどだと。で、さらにマシュー氏は、ビットコインに対するデューデリジェンスをまだ行っている投資委員会やコンサルタントがいるため、しばらくは待つ必要があると強調。これは資産への投資を行う前に彼らがね、取るべき重要なステップですと。で、このマシュー氏は、これらの重要なイベントを待つ間、ビットコインの価格は、センチメントによって小幅な変化がね、あるたびに、横ばいになる、可能性があるとしたが、はい。長期的には状況がね、異なると考えていると。しかし、長期的には、ここからコメントですよ。しかし、長期的には、ビットコインは猛烈な強気市場にあると私たちは信じていますと。で、過去15ヶ月、で、ほぼ 300% 上昇しているだけでなく、その傾向が続く、強いね、理由があると書いたと。で、このマシュー氏によると、1月の現物ビットコインの ETF の承認は、投資専門家にとって、仮想通貨市場をね、大きく開きました。また、数兆ドルを管理する投資専門家が仮想通貨に移行し始めたばかりであり、より多くのね、プロの投資家を取り込むには数年かかるだろうと彼は指摘をしたということですね。で、同社はまた ETF の立ち上げ以来、流入した120億ドルは刺激的なものであり、史上最も成功した ETF の立ち上げだとしたと。で、しかし、世界の資産運用会社がポートフォリオの 1% をビットコインに割り当て始めると、これは仮想通貨市場への、まあ、言っていいのかな、まあ、1% ですよ。割り当て始めるとね、これは仮想通貨市場への1兆ドルの流入をね、意味することになると。 1% で1兆ドルで、全体で 1% の割り当ては市場への約1兆ドルの流入を意味する。これに対し120億ドルはもうここね、言い方が面白いですよね。120億ドルなんてほんの手付金に過ぎないと彼は付け加えたと。だから本当にね、だって皆さん考えてみてくださいよ。現物 ETF が承認されたのが、まあ、1月2月あたりでしょ。まだ本当に1ヶ月2ヶ月ぐらいしか経ってないんですよ。だから本当にまだ始まったばかり、まあ、プロの投資家、まあ、あとは機関投資家の方々がようやく重い腰を上げ出したばかりなんです。だから何遍も言いますけれども、今からね、市場に大きな資金の流入っていうのが起こる流れ、これは必然なんじゃないかなってやっぱり思いますからね。やっぱほら、金の ETF に関してもね、やっぱこう徐々に資金がガーッと集まってきて、うわーみたいな相場が作られていったわけじゃないですか。だからまだその初動なんだよっていうことですから、ポートフォリオの 1% を割り当てるだけで約1兆ドルが流入してくるって、これエグいっすからね、普通に考えると。だからそういったね、期待感も乗っているんじゃないかなというところで、まあちょっと
言い方完全に荒いですけど、まあビットマン TV、あ、ビットマン TV じゃない、ビットコインでございます。ビットマン TV じゃないです。ビットコインはね、まだまだこれからの様相でしょうというところでね、遅いんですか？いやいやいや、遅くないです。うん、遅いんですか？遅いんですかってずーっと言い続けて、じゃあ逆にいつ入るんですかって感じですよね。そういった形になると思いますから、まあね、気づいた時には、ぐん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 価格が上がっていってるっていう状況になるのは嫌だと思いますので、今ね、こういったニュースを拾い上げて、まあちょっとでも購入しておこうかいなという形で、機関投資家の方々よりも、重い腰を先に上げてみてはいかがでしょうかっていうのはね、まあアドバイスでございますからよろしくお願いいたします。はい、行きましょう行きましょう。この流れの中で、あんまりね、今日、日曜日なんでね、価格の変動っていうのが、起こっていないような状況でございますけれども、見ておきましょう。昨日ね、取り上げた、ゴールドフィンチが 10% ぐらいね、上昇していて、まあ、いいタイミングで、まあ、言えたのかなという感じ。まあ、ビットコインから行きましょうかね。行きまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が7万と250ドル付近をね、推移しているような状況を、まあね、7万ドルっていうところを、しっかりね、足固めラインとはしているのかなというか、まあ、そもそもも、昨日も言っておりましたけれども、まあ、6万9000ドル。もともと史上最高値をつけていたライン。うん、2021年の11月あたりかな。そこがレジスタンス、さらにはサポート転換ラインとなって、いわゆる重要水平ラインとしてね、まあ、完全に意識はされているでしょうと。で、そこの直上に切り場の7万ドルというものがあるので、やっぱりね、かなりね、トレード、まあ、言ってしまうと、このビットコインの中に入っている方々はこの7万ドルというラインをね、やっぱりこう支柱ラインとしては意識しているのかなと。ここを守り抜いた状況で、もうね、何日くらい経過してますか？ 4,5 日経ってますよね。今日入れると 1,2,3,4,5,6,6 6日目、今日で6日目ですから、かなり粘り腰をね、見せているところ。まあ明日月曜日ですけれども、週足もそうですし、月足もね、明日同時に切り替わるということで、まあ、かなりね、なんかこう大荒れになりそうな感じもしますけれども、やっぱり月足週足ともにね、7万ドル以上での固めっていうのはものすごく重要でございましょうからね。ここで、まあ、今横ばい推移しておりますけれども、粘ってくれるんであれば、当然もう今の段階で言うと7万3500ドルという新、市場最高値に向けて、上がってくる状況はもう今普通に作られてるんじゃないかなというふうに思いますので、もし先物関係でね、ちょっとやってみたいなと思う方は、少量で、勝負をしてみてもいいかもしれません。ただ、もし万が一割れ込んでしまった場合ね、損失を抱えたくない方は、もう6万8000、6万9000ドル実態割れ。でも、日足の短期の移動平均も結構支えになっている側面もあるので、まあ、6万8000ドルあたりを割れ込んだら、まあ、損切りをするか、損失を抱えたくない方はね。もしくは、今ぐらいの値打ちで少量勝負するんであれば、ここ、押し目買いラインは6万も上がってます。6万5000ドルあたりですから、もう6万5000ドルあたりで本命玉を入れるぐらいの気持ちで、ちょっと少量入れてみるとかね、いう形でやっていってもいいんじゃないかなと。まあ、ショートよりも、当然、ロングが優勢市場にはね、なってるでしょうということで、まあ、明日から4月でございます。半減期もね、いよいよ意識されてくる、もう、もろに意識されてくるような状況になる可能性がありますから、ちょっとそこに向けてね、皆さんも、先物関係トレードしたい方は、まあ、ちょっと意識してみてください。ただま、大きなね、動きが出てくるかなと。でもね、もうこの段階になって、どうでしょうかね、耐え切っているはしごを外して、下落の方向に向かわしていく。ちょっとビットマン TV は考えづらいかな。ビットマン TV の予想ですよ。だからここを耐え切ってくれて、73,500 へのアタックに、一回は普通に入ってくるんじゃないかなと。反撃前にね、入ってきて、もし万が一うまくいけば、7万3500から600ドルあたりを大きくぶち抜いてショートスクイーズを起こして、8万ドル手前ぐらいまで上がってくる相場普通にあるんじゃないかなっていうビットマン TV は予想です。これぐらい7万ドルで耐え切っているのでね、ちょっとこのロングの方向に、まあ、意識はね、ビットマン TV も思っている、傾いているところでございますから、まあここはね、一応アドバイスとして意識しておいてください。なかなかこの場でショートは打ちづらいよねっていうね、思いますよ。だけどもまあね、大衆みんなが思っていたら逆の方向に行くっていう可能性もありますから、そこは注意しながら。だからロングポジションを持つんであれば、ね、やっぱりそこに対する反対側の考え方、だから落ちてきたことのこと、落ちてきた場合のことをしっかり考えていかないといけないので、だからさっき言ったみたいに損失を抱えたくないんだったら6万8000ドル割れ込んだらもう損切りで、少量で行くんであれば6万5000ドルで入れれるぐらいの玉量で仕込んでいく。上がっていけばもうそのポジションを取った分がまあプラスになるでしょうと。もし落ちてきたとしても6万5000ドルあたりは今のラインでの押し目買いラインになりますからね、ここは意識しておきましょう。はい、で次行きます。次はこちら、イーサリアムですね。行きます。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3607ドルあたりをね、推移しているような状況でございます。で、今ね、イーサリアムにとっては重要なライン、3600ドルというめちゃめちゃ重要なライン。そしてここ冷やしてみたらわかると思いますけど、短期の移動平均線が結構ね、上のヒゲつけてレジスタンスラインとして、抵抗ラインとしてかなり機能してるんですよ。で、今ちょうど冷やしレベルなんですけども、3600という水平重要ラインも上にブレイクしてますし、短期の青い移動平均線もブレイクしてますから、この状況で
今日粘ってくれれば、うん、明日以降もう新しい月に入りますからね、4月1日から、早速ロングチャンスにこれなるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとねどうなるかは分かりませんから、押されて落ちてくる可能性、騙し上げみたいな形でね落ちてくる可能性もありますので、あともうちょっといい、だから今日本日ですよ、明日の朝9時までちょっと様子見しておいてもいいかも。で、この今ぐらいの場所で、ロウソク足を確定していくんであれば、ロングインをしてね、上の転換を狙っていく、4000ドル付近を、利益確定ポイントとして狙っていくようなロングポジションをね取っていくっていうのはありかなというふうに思いますので、意識ねしておいてください、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、上から下に、まあリップルは特に様子変わってないですよね。そうですね、長いトレンドラインを越えていかないとどうしようもない横ばい推移発生、 RSI 値も50付近を推移しているので、まあこれはね、まあ持ち合い相場ですよ、あのレンジ相場をね作っているような、まあ状況でございましょう。売り方も買い方もどちらも強くないということで、右下がりのトレンド 0.66ドルあたりを上に明確に抜けていけばね、あの 0.7 ドルアタックに入ってくるでしょう。ただまあおすすめはもうこれ何遍も言ってますけれども、特にね先物関係で勝負したいなと思う方は 0.7 ドルを超えていってからのロングインで1ドル付近を狙っていくっていうのが、一番ねいいかなというふうに思いますので、だからまあ右下がりのトレンド重要水平ラインの 0.7ドルを超えていけばもう邪魔になるものが月足もそうですし、週足も当然そう、もう何もないですから、はい、週足もそうで日足も当然そうですね、これぐらい持ち合いのねあの動きになっておりますから、特に邪魔になるものが 0.7 ドルを超えたらもう何もありませんので、そこを抜けていってからのねチャンスですよっていうのはお伝えさせてください。だから先物で勝負したい方は 0.7 超えから一つチャンスネイチになるんだなというと。はい、で次行きましょう。次は、先ほどね、ビットマン TV が購入をしたテンセットをね、見ておきましょう。テンセットなんでございますけれども、ただいまの価格が 1.0763 ドルあたりをね、推移しているようなところ、さっきビットマン TV が購入した価格よりも、かなり上がっ、ちょっと、ま、かなりじゃない、ちょっとね、0.05 ドルぐらい上がってきているなという感じ。一応ね、テンセットに関する重要なライン、月足レベルで見るならば、もうね、あの上にブレイクしている、はい、こちら、短期の移動、右下がりのね、短期の移動平均線も上に実態としてはブレイクしているので、まあ何も問題はない。月足レベルで言うならば、1、2、3、4、5ヶ月で連続陽線ね。だから今日この陽線を守り抜くんであればもう6ヶ月連続陽線ということで、まだまだね力強さが継続していくのかなという感じ。ただねちょっとこうここですよ、 1.3ドルっていうのが、テンセットにおけるまあ元々サポートとして2021年の9月あたりにねサポートラインとして機能していたところで、これを大きく下に割れ込んだのが、2022年の11月あたりなんですよ。そこからねいわゆるサポレジ転換線となって 1.3 ドルが待ち構えてますから、今回もねこれ見てみてください。3月11日の週に、これね上のヒゲつけて押されている側面があります。だから、テンセットにおけるまあかなり意識されやすいね水平ラインはまあ間違いなく 1.3 ドルでしょうと。だから 1.3 ドルを抜けてくるとこれはね行く可能性ありますよ。一気に2ドルあたりを狙っていくような上昇がね待っている可能性がありますから、もしねあのトレードしたい方は 1.3 ドルを超えてから、まあ現物じゃなくて例えば短期トレードであるとか、まあ先物はできるのかな、先物ができるんだったら先物トレード 1.3 ドルを超えてからのロングポジションっていうのがいいかなと。まあ現物を買うんだったらなるべく早めがねいいかなというふうに思いますので、そこはねとりあえずお伝えさせてください。であとはやっぱりこうね週足で見ても分かるように出来高がねやっぱこうぐんぐん上がってきてるんですよね。だからそれもやっぱりこうね当然ですけれども価格上昇の要因にはなっている、やっぱりこう興味をね示している方の数がまあ多いのかなっていう感じ。出来高が増えてきていて価格も上がってきているってことはやっぱりみんなね意識としては買っていこうっていう流れがやっぱりこう当然ですけども出てきているような状況になっておりますから、まあなんかこうね時間の問題なのかな感もありますけどね、 1.3 ドルを超えていくっていうのはね、まあそこは期待していきたいところで、あとはまあ日足レベルで見ていくならば一回グッとね大きく抜けていって、まあトレンドをねちょっと引いていけるのかなという感じ、こういった形でね、はい、安値切り上げで高値がまあ切り、高値もまあある程度一定値っていう状況になるんじゃないかなっていう感じ。だからアセンディングトライアングルね、高値が一定値で安値が切り上げのアセンディングトライアングルを作成していってどっかのポイントでポーンと抜けてくる可能性がありますから、まあそういった意味でもねチャート形状的な日足レベルでは強いね状況にはなっている。アセトラは、強気のね流れの中で作成されていくものでございますから、一応今ねサポートライン付近にいます。だから押し目買いライン付近にはいるので、だから1ドル付近っていうのは、このテンセットに関してはね、押し目買いラインとしては意識されるかなというふうに思いますので、現物購入したい方はね、今ぐらいがまあちょうど適頃かなという感じ。そこはね、一つ押さえておいてください。はい、で上から下流し込んでいきましょう。何を見ていこうかなというところなんでございますけれども、ビットコインキャッシュがねものすごく元気がいいですね。ただいまの価格が592ドル付近をね推移しているような状況でございます。で、まあ、ビットコインキャッシュに関して言うとまあ月足の雲のね加担が700ドルぐらいにいるので、そこまでは特に壁がないと。700ドル付近ね、はい、月足でもかなり強いですね。
月足でね、ぐん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 ね、安値切り上げ、高値切り上げの平行上昇のね、平行チャンネルを作ってたんですけど、それを上に物の見事にブレイクしていって、だから300ドルあたりを超えていってからも一気にムーンしていきましたからね、ものすごく強いと。ビットコインキャッシュ、半減期がね、近づいているということで、多分こういった動きになってると思うんですよ。だから、今の段階で言うならば、550ドル付近かな、ちょっと水平で引き目で見たら、ある程度なんかこうね、意識されている雰囲気のラインが550ドルあたり。だから今ここ抜けていって、次、だから760ドルあたり、この橙色のラインですね。ここが結構ね、トップとしてはレジスタンス機能してますから、2021年の10月とか9月10月あたり、あとは2021年の2月あたりもレジスタンスとして機能しているので、760ドルあたりが今の状態では壁になるでしょうと。だけども、その手前にね、だから700ドルあたりに月足の、はい、雲の加担があるので、700ドルでの、いわゆる抵抗ね、ここには注意しておいてください。700ドルないしは760ドルぐらいまで、今金額が伸ばせればいいなという今ね状況になっております。まあ月足レベルでもね、この550ドルあたりを守り抜いていけば、まあちょうどだから今日ですよ、今日守り抜いていけばね、来月あたりまた上を目指してくるような流れ、特に半減期というニュースをね、いい方向に捉えられて上に上がってくる可能性がありますよっていうのはね、意識しておきましょう。はい、で次行きます。次は BNB エグイスね、 BNB エグイス、もうね、ただいまの価格605ドルあたりをね推移しているような状況を、史上最高値アタックにもこれ普通に入っちゃってますから、実態としてね、ここ620ドル、実態として620ドルを超えていければ、はい、これは月足レベルでの、実態史上最高値、いわゆるアーテーハー更新ということで、来月以降また続伸するね可能性がありますよっていうのはね、これ押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。もうここまで来るとね、どこまで上がっていっちゃうのという感じでございますけども、一旦これ長い下髭つけてるので、あー、このあたりか、うん、まあそうですね、この付近ね、2021年9月あたり、下に割り込んで大きく下落して、いわゆる下落起点となる場所という認定でいいかな、2022年の1月あたり、ある程度レジスタンスとして機能していたラインが、今回もね、週足レベルで下に下げつけてバーンって大幅反発してますから、まあ、500ドルという切り板が、この BNB に関してはレジスタンスラインから、はい、抵抗ラインね、上に抜けられなかった抵抗ラインから逆に反転サポートラインとしてもバチバチに機能しているのが今ね、これちょっとわかると思います、うん、ですからもし下に落ちてきた場合は500ドルというところがね、一つ水平の、購入場所には、押し目買いライン的な形にはなるかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。とにもかくにも今上に抜けて、ぐんぐん上がってきてますから、620ドルを超えた状況で月足レベル確定してくれるとね、これはまだ続伸という可能性の目の方が強くなるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは意識しておきましょう。もし下に落ちてきて購入したいなと思う方は、まずは500ドルあたりっていうのが一つね、購入ポイントにはなるかなというふうに思います。はい、で次行きましょう。上から下にね、ぐーっと流し込んでいきます。それぐらいでいいかな。特にね、なんか大きな動きが出ている ものもちょっとチラッと見た感じはなさそうだったので、ビットコインキャッシュ BNB あたりで、収めておきましょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。では。